皆さんこんにちは、チェーです。 Hey お久しぶりです。今日はですね、この1年間2016年、いろんなコスメを使ってきたんですけども、その中でも私が気に入ったもの、マイベストコスメをやっていこうと思います。スキンケアから最後のリップまで。なのでこのビデオは相当長くなると思うので、がっつり座って、あったかくして、なんか食べるものでも持ってきてって用意してからご覧ください。それでは始めていきます。興味のある方はこのままご覧ください。どうぞ。はい、2016年なんかもう終わるねって、なんか毎年この時期になると、いやもう FNS だねとか、なんかもうレコ大だねとか、なんか毎回同じようなことを言ってる気がする。年よねそれって。いや早いねみたいな、毎年言ってるよね、毎年思うんだもん、ね、はい。それではまずスキンケアからいこうと思います。スキンケアはね、まずクレンジングからいこうかな。クレンジングはこちら。これはね、クリニークから出てる Take the day off っていうクレンジングバームなんだけど、こう開けるとね、かなりね固めのテクスチャーバームで、これを手のひらでこう温めつつ、手のひらっていうか私はまあ直接顔につけちゃって、こうマッサージしてると本当にね綺麗にメイクが落ちる。これね、どんなクレンジングより落ちると思う。あ、くしゃみ。私の好きなマスカラで RMK のね、エクストラディープダブルマスカラっていうのがあるんだけど、これね、かなりこうボリュームが出てふさーってなってウォータープルーフで落ちなくていいんだけど、クレンジングが大変なのね。ちょっとや外じゃ落ちなくて、こうポイント用メイクのあれをやったりとかしてたんだけど、これはね一発で取ってくれる、ほんと優れもの。これを使うようになってから肌荒れ激減したと思います。やっぱりね、綺麗に落としてるつもりでも落としきれていない毛穴の汚れとかってあるじゃない、そういうのも綺麗に取ってくれるのでいいと思います。よかったよ、気になる人は使ってみてください。でスキンケアの次のステップで私がするのがこちら。これはね、私のチャンネルを長いこと見てくれてる人だったらもう知ってると思うんですけども、トランスダーマから出てるビタミン C セラム、トランスダーマー C 美容液です。これね、初めて使ったのが確か去年、2年前かなだったんだけど、その時につけた翌日の肌の違いがすごくて、そっからね常に使ってたんだけど、これ高いの。あ、最近料金改定されてこれが1万6000円になったのかな。そうそう、16,000円、ちょっとね、お求めやすい値段になったんだよね。でも16,000円って高いよね。だけどね、聞くの、高い化粧品で聞いたの初めてかもしれない、スキンケアの商品で。なんか今までほんといろんなねメーカーのもの使ってきて、高かろうよかろうみたいな感じで期待して使ったんだけど、全然効果が出なくて、でがっかりするものが多かったんだけど、これはね、私の期待に応えてくれました。これを使うとやっぱりね肌荒れもしないし、翌日ねこうプンってしてるの、プンってわかる、プンってしてるの、本当にね違うんだよね。これは使った人にしかわからないかもしれないんだけど、肌荒れしない、毛穴が小さくなる、こうちょっとふっくらプンっていう感じで、これを使い続けてて去年かな、なんかもうこれがなくても大丈夫なんじゃないかって、このなんか長年こう化粧同じものを使ってるとさ、なんかこれじゃなくてもいいんじゃないかって思う瞬間とかってない？私化粧品使ってると何回かそういう瞬間があって、これじゃなくてもいいんじゃないと思ってこれを一回お休みしたんですよ。なんかこの力にばっかり頼っちゃダメじゃないみたいな感じで、よくわかんないけど思って一回やめたんだけど、そしたらね、あ、聞いてたんだなっていうのが実感できたっていうのかな、なくなってみて初めて気づく存在、本当にいいです、おすすめ。高いから超おすすめ超おすすめとは言えないんだけど、
しかもね、私がいつかのビデオでこれをね絶賛していたのを、トランスダーマの発明者、開発者、トランスダーマの和田さんっていう人が見ていてくれて、これをねセットで送ってくれたんですよ。ですごく嬉しくて、本当にねこの場を借りてありがとうございます。なんか今使ってみてるんですけど、絵も良くて、なんか使っちゃったからまた戻れなくなるじゃんと思いながらもう本当にね、トランスダーマの商品は良い良いです。来年ね C と A になるかも。で、スーパーウェットっていう化粧水もねこうセットで入ってきて、前もね使ったことあったんだけど、スーパーウェットの化粧水についてはそんなに私感動するってことがなかったんですよ。ごめんなさいね、和田さん送ってくれたのに。で、その代わり次のステップで私が使っている化粧水っていうのがこちら。これもね結構前から出てきてるからおなじみだと思うんですけど、このキールズの IRS エッセンスローション、これやっぱり私の肌に合ってるみたい。なんかね、トランスダーマのスーパーウェットに関してはちょっとねシャバシャバしすぎなのかな。もうちょっとこのトロトロまでいくとダメなんだよね。でもこんなちょっとしっとり感っていうのが私の肌にはちょうど合ってるみたいで、これがねもうね殿堂入りだよね。これもねちょっとね一回使うのやめてみたので、違うのでもいいんじゃないかなと思って、ハトムギ化粧水とか使ったんだけど、やっぱ戻ってみるとね、あ、はい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 、これこれこれみたいなね、わかるわかる。でね、最後のスキンケアのステップで私が今使ってるのはねこちら、なんとですねニュートロジーナのインテンスリペアボディエマルジョンっていう 99% こうグリセリンがね高濃度配合されている超敏感肌用の、超敏感乾燥肌用化のボディクリームなんですよ。で、これなんで買ったかっていうとね、私のね6歳の息子なんだけど、まあ子供ってさこうちっちゃい時からこう、まあ、6歳ぐらいまでかな、こう肌がね結構ね弱いんだよね。肌の皮膚がちゃんとこう形成されてないじゃないけど、なんて言えばいいのかな、まあ敏感なんだよ、敏感なのね。で、冬は結構ねみんなね乾燥してしまったりするんだけど、こう病院に行ってピンクの蓋のあるやつあるじゃない、こうお母さんたちだったらわかると思うけど、ヒルドイドとか塗ったりとかしてたんだけど、やっぱりね根本的な解決にはならなくて、こう食事かなとかヒートテックをやめてみたり、あ、ヒートテックもねこう水分吸収してこう暖かくなるみたいだから、ヒートテック乾燥肌の人はやめた方がいいみたいとか、いろんなねボディクリームを試してみてたんだけど全然改善されなくて、改善というか気休めぐらいにしかならなくて、で今年やっぱりまた乾燥の季節になってきて、なんか違うことをしないとなと思って始めたのがこれとこの組み合わせだったんですよ。以前まではこういう重ためのこっくりしたものというよりはこれのちょっと中盤ぐらいのちょっとトロトロぐらいの乳液感覚のもので保湿しておしまいだったんだけど、今年からはこういうねナチュラル系の化粧水、これはねなんかたまたま近くの薬局に見つけたんだけど、キレイモナチュラルローションモイスチャーっていうやつ、あんまり界面活性剤とかそういうのが入っていない少ないようなものを選んで、しかもねこうシュッシュッっていう霧吹きタイプ、これをねこのままね彼にこうふわーって吹きかけてヒヒヒみたいな感じになるんだけど、こう手に取ってさこうやってやって体に塗ってあげて、それからこれで蓋をする、ほいこう水分を与えてから保湿をするっていう風にすると、もうほんと劇的にね肌が変わりました。今じゃね本当にもちもち、本当にもちもち。なのでみんなこの化粧水、これは逆にハトムギ化粧水でも何でもいいと思うんだけど、こういう化粧水をこういうこっくりしたものまたは乳液の前に1個挟むと全然ね肌がね違う、
改善されるのでやってみてください。でこれをねいつも通りこう息子につけた後私のね顔にうわーってつけてたの。そしたらなんか肌が良くて、そっからねお風呂上がったら、トランスダーマつけてちょっと時間置いこう息子のなんかさ髪こうやってやってるうちにさ5分ぐらい経つからさ、そしたらこのキールズのをつけて染み込ませて、で息子にわーってこうクリーム塗ってその残りを塗るみたいな感じにしてたら肌がねなんか良くなってる。これもいいんだと思う。おすすめです。じゃあ次、じゃあファンデーションいきます。ファンデーションもねちょっとね前期と後期であって、絞りきれなかったので2つご紹介します。前半は私この 24H コスメのこのスティックファンデーションがすごい好きで使ってました。これね単体で使うとプライマーとかも使わずにこのまま使ってもちゃんとねフィットして一日中崩れづらいし、崩れてきてもねこう汚く崩れてこないし、これ良かった。で後半はちょっと乾燥してきたかなっていうのがあったのでこっちのね石水のパーフェクト BB クリームの02番、これ使ってました。これもね崩れにくいし、あのコンビニで売ってるんだけど結構プチプラの部門に入る値段だと思うし、でもね仕上がりも綺麗で今年はこの2つを愛用してました。良き。で次はコンシーラー部門なんだけど、コンシーラーもねちょっと絞れなかったね、絞れなかった。でもね絞るとしたら1番はこれかな。今年一番はねこのドゥ・ラメールさんからいただいたザ・コンシーラー、私の色は12番のライトっていう色なんだけど、これね良かったです。高いんだよね。でもね自分で買ってないから入ってるのかもしれない、ごめん。でもいい、あの本当にねここからはね想像できないようなねテクスチャーでねこうピタッとほっついてカバーしてくれるし、一日中崩れないし、よれたりとかもしないし。でね絞れなかった理由っていうのは、これはね自分につけてたんだけども、お仕事とかでよく使ってたのはねこの2つなんですよ。メイビリンのインスタントエイジリワインドとアバンディケイのネイキッドスキンコンシーラー、この2つはねすごくお気に入りで使ってました。あのねこっちよりこうお客さんにね人に伸ばすときにこっちの方がねクリーミーで使いやすい、早いっていうのがあるんだよね。あの人にメイクするときに短時間で仕上げるっていうことが求められるときに、これだとちょっとねちょっとだけなんだけど、時間がかかる。でこっちの方がカバー力もあるんだけどすぐ綺麗にこうブレンドしていいんですよ。あとねアーバンディケイに関してはすごいねカラーバリエーションが多くて、ダークなトーンの肌から明るいトーンまでいろいろ使えるので、これはすごく重宝してました。残念ながらね日本には送ってくれないんだけれども、もしね海外のセフォラとかウルタでも売ってるかな、で購入できる機会がある人はこれおすすめします。なんか今はタルトからシェイプテープコンシーラーっていうのが出てて、みんなそっちに乗り換えてるみたいなんだけど、私はまだそっち使ったことないので私の中では。でもねこのメイビリンのエイジリワインドもね全然劣らないです。いいのよ。です。次、それではですねパウダー部門に行こうと思います。パウダーは今年もねすごくいっぱい使ってみました。固形タイプのものからローラメルシエかな、今年最初に使ったのはとかからリンメルも使ったし、メイビリも使ったし、メイクアップフォーエバーも使ったし、ザバームも使ったし、 YSL も使ったし、本当いっぱいいっぱい使った。ラメールのパウダーもいいんだよね。あ、ラメールのパウダーも良かったな。でも私はこれに決めました。はい、2つなんだけど、1つはねこのウェット&ワイルドのウェットワイルドのコントアリングパレット、コントアー、どれが名前だ、ニューフォーミュラ、コントアリングパレット、この2色入ってるバージョンのドルチェデレッチェってやつだね、のこっちのパウダー、
このパウダーがすごく気に入ってます。すごくね、滑らか、なんかパウダーなのにクリーミーって言ったらいいのかな。こう目の下のコンシーラーをセットするときに白すぎないし黄色すぎないし、ちょうどねいいのよ。これすごく好きでね、使ってました。もうパンが出てきてしまってるんだけど、これね安いのにめっちゃいい、めちゃくちゃいいです。こっちのねコントーリングパウダーもすごく良いよ、良いです。このパレットは買いだと思う。で、ベーキングするときにいいなと思ってたのがこっちのエトモスの方のミネラル UV フェイスパウダー。これはね購入したんじゃなくて、マイリトルボックスに入ってきてそっから使ってるんだけど、これもねかなりこうクリーミーなパウダー、しっとりした感じのパウダーで、トランスルーセントなんだけどちょっとだけね色がついてるんだよね。もうベーキングをするときにやっぱりね真っ白なパウダーでしてしまうと、トランスルーセントなんだけどやっぱちょっとね白くなるんだよね。でこう油が浮いてきてこういい感じになるのにちょっと時間がかかる。こうセッティングスプレーでしても、ちょっとやっぱパウダー感が残ってしまうので、私はねトランスルーセントでもこういうちょっとだけね色味があるようなものが好きなんだけど、このパウダーはねすごくいいなと思って使ってました。こういう系のパウダーに関しては、じゃあロラメルシエとどう違うのとか、 YSL 高いやつとかラメールのパウダーとどう違うのって言われたら、もうそこまで違わない、そこまで違わないんだけど、こう1日通して見た時に、あ、仕上がりが綺麗だったなって思ったのがこのエトボスのパウダーです。この2つはね本当におすすめ。次、メイクのステップ的には次は私はこう眉毛に行くんだけどね、眉毛で気に入ったのはね、これもね前期と後期があったから2つご紹介します。前半に気に入って、前半というかこれはずっと気に入って使ってたんだけど、インテグレイトのアイブロウペンシル N PR の741明るいねブラウンなんだけど、これね髪色とすごく合うし、ペンもね硬すぎないんだけど、こう綺麗にねこうストロークも描けるし描きやすいし、すごく気に入って使ってたんだけどね、これが出てからはねこっちばっかり使ってます。これはヘビーローテーションから出てるジェルアイブロウライナーで、私が使ってるのは01番のナチュラルブラウンなんだけど、もうちょっと気持ち明るめにしてくれると嬉しいなっていうのはあるんだけど、これでもね私結構今気に入って使ってます。これに関してはね本当にねクリーミーなんだよね。なんかほぼクリームアイライナーなんじゃないかなっていうぐらいシュシュシュッとかけます。なのでこういうジェル状のわって結構つく感じのアイブロウペンシルが嫌いな人には全然向いてないと思う。でも私はね結構一気に描きたい人なので、これはすごく重宝してました。まあ、ジェルで柔らかいのでこうすぐなくなってしまうっていうのがね痛いところなんだけど、これについてくるスクリューブラシもすごく使いやすいし、ブレンドしやすいし、おすすめです。肌質によってこういうねペンシルで描くときにこう乗りづらいっていう人いませんか？すごく描きづらい、何回やっても乗らなくて時間がかかるっていう人を、ね、パウダーでセットした後でも水分取った後でもダメなんです。こうすごく眉は時間がかかるっていう人、これ試してみてください。こう一気に、ね、シュッシュッシュッってかけて、こっちでこう綺麗にねブレンドできるので、すごいおすすめです。じゃあ次は眉を描いて、その後眉マスカラを塗るじゃない。眉マスカラね、これはねもうねみんな大好きだよね。これは、キスミーのヘビーローテーションカラーリングアイブロウの、私は04番ナチュラルっていう色を使ってました。これは本当に定番で、すごくねカラーも使いやすいしナチュラルに仕上がるし、これずっと好きで使ってたんだけどね、後半はねこれ好きで使ってた。キスから出てるアイブロウマスカラの02番、こっちとこっちの違いっていうと、こっちの方がねマットに仕上がる感じ。こっちもマットなんだけど、最大の特徴としてはこう毛がね
バギバギにならないんだよね。柔らかいまま保ってくれるの。これはキス縛りでメイクした時に確か購入したものなんだけど、色もねこっちより柔らかい感じのブラウンに仕上がるし、より自然に仕上がるので、後半はこればっかり使ってました。でもねどっちもいい商品です。で次通常メイクの中でするの、私はねコントアリングになるんだけど、コントアリング部門で私が好きで使ってたのはこちらです。 MAC のミネラライズスキンフィニッシュのナチュラルの、ほらミディアムダークっていう色なんだけど、もともとねこれパウダーなのね。でパウダーなんだけど、この濃いめのカラーで私はこうコントアリングとして使ってたんだけどね、いろいろ使ったんだけど、やっぱりねこれが使いやすくて戻ってくる感じなんだよね。私がねこれメイクを始める時ぐらいにマックに行って、これいいですよって言われて、その時2個ぐらい買ってでねまだ使ってるの。今は新しくなって、このねパッケージも変わって、このなんだろう、透明じゃなくなったんだよね確かね。なんだけどね本当にこれはおすすめです。でシャーロット・ティルバリーのこっちのねパウダーも好きでね、コントアリングしてたんだけど、こちらねよくね旅行とかこう出かける時に持ち歩いてたんだけど、やっぱりねなんやかんやこっちに戻ってくるなって思いました。トゥーフェイストのミルクチョコレートソレイユ、あれも大好きで使ってるんだけど、あれはねより色をのせたい時に使うかな。でも基本自分に使う時はもうちょっとナチュラルよりの仕上がりにしたいので、これ使ってました。あ、そう、ステージメイクの時とかはねこれが重宝してた、さっきの Wet n Wild のこのコントアリングパウダー、こっちのね、これがねこうシュッてこう一発でこう仕上がって、クリーミーに仕上がって、でもねやりすぎ感がなくてすごくねいい色です。で次はブロンザー部門なんだけど、ブロンザーはねもうねこちら、ブロンザーとしてはねこれを抜くものはなかったね。フィジシャンズフォーミュラーのバターブロンザー、私の色はこれはライトブロンザー、これめっちゃいいです。あのココナッツの匂いがダメな方は絶対ダメだと思うんだけど、本当にねこのフォーミュラーが素晴らしいね。本当にスムーズ、クリーミー、うん、チキ。そしたら次はチークもねいっぱい使って、本当にね好きなものいっぱいあるんだけど、やっぱねこの値段でこれは優秀だなと思ってこの2つを選びました。これはセザンヌから出てるナチュラルチークの5番のちょっとねヌードっぽい色05番と、こっちがね明るめのピンク13番。私はこっちをね斜めに入れて、こっちのピンクをここら辺にパッて入れるミックスしたねこう 3D チークがすごく好きで、この組み合わせはねすごいいっぱい使ってるのにね全然なくならないんだよね。もうちょっとかな。すごいプチプラなのに発色もいいし、もう本当に色が綺麗ね。なのでこれは本当いろんな人におすすめしてます、セザンヌのチーク。次はハイライト行こうと思うんだけど、ハイライトはねもうねハイライトは分けていいかな、選べないな。日常使いですごく好きで使ってたのはもう何回も言ってるんだけどね、このシャーロット・ティルバリーのフィルムスターブロンザー&グローのこのハイライト、本当にね綺麗なハイライトです。やりすぎ感が出ない、ツヤっとした感じに仕上げてくれるもので、でも同じぐらい好きだったのがこの YSL のパレットルミエールディバイン、これねあの定番化したんだってね、すごく嬉しい。これも好きで使ってました。本当にねこの2つはね選べない、どっちって。こっちはね2つブロンザーと入ってるからさ、旅行とかに持って行ってたので、こっちはね毎日のメイクとかにしてて選べないんだよね。でね逆にね舞台っていうかステージだとこれだと全然物足りなくて、その時に活躍したのがあのベッカとねジャクリン・ヒルのコラボの商品、シャンパンポップっていうカラー
このパレットだとこれになるんだけど、単体でも持ってるんだけどね、これはね、この限定で出てたパレットサイズのもので、私はねこのシャンパンポップ、ちょっとねピンクっぽいハイライトで、こっちの方も黄色い感じなのがパーセコポップは結構ねゴールドトーンが強いので、私はねそこまで使ってないです。あの色白さんだと、シャンパンポップとムーンストーンどっちがいいですかって聞かれるんだけど、私はムーンストーンだと思う。色白さんはムーンストーンが似合うし、ミディアムからダークな人はシャンパンポップが似合うんじゃないかなって私個人的には思います。ちなみにねこれに入ってくるチークね、発色良くてね、発色ちょっと良すぎかなって思うぐらいなので、あんま使ってないです。次はアイシャドウ部門行こうかなと思うけど、ちょっとね長くなりそうなのでリップからいきますね。リップもねちょっと2つ選ばせてもらいました。エブリデイ使いのそんなにねこうバーンと発色してほしくない時はこれね、前も紹介したよね多分ね、セザンヌのラスティンググロスリップの BE1 番、これは本当に好き。今ちょっとつけてみようかな。こんな感じで全然やりすぎ感のないツヤ感で、大人リップかな、大人じゃなくてもナチュラルメイクの時にみんな使えると思う。これはね本当に良いリップ、保湿してくれる感じもあるしね。でもうちょっとね色発色が欲しいわっていう時は、ロレアルのエクストラオーディナリールージュの102番サマリテーヌベージュ、これね本当にね綺麗な色、ヌードブラウンまでいかない、ヌード綺麗な色です。そしたら最後はアイシャドウ部門行こうと思います。アイシャドウ部門はね、まずエブリデイメイクはこちら。この間のエスプリークのビデオの時にも紹介したんだけども、このねセレクトカラーアイシャドウの302番と304番だよね。私はこっちの302番かな、選ぶとすれば、なあ、迷うな、304、選べない。この2つがねすごい好きで使ってました。どういう風に使ってたかはエスプリークのビデオを見てほしいので、リンクカードを入れときますね。このアイシャドウは本当に、ね、ドラッグストアの、日本のドラッグストアのアイシャドウに革命を起こしたんじゃないかなって私は思ってます。すごく綺麗なアイシャドウ、本当名品です。えらい、これ作った人えらいすごく綺麗なアイシャドウで、ちょっとねハイブランドのものでねどうしても好きだったので、これは入れたかった。こちら、これね確かねカラーも限定でハイブランドのものだし、ちょっとね迷ったんだけどね、でも好きだった、本当に好きだったのだからねちょっと入れさせてもらいました。シャネルのアンプラントデュディゼールっていうアイシャドウだね。このブラウンとグリーンの組み合わせがすごく綺麗で、発色もね、私シャネルの発色の中でこれが一番いいんじゃないかなっていう風に思ってます。すごく綺麗なアイシャドウパレットです。でね、私といえばもうアイシャドウマニアなのでちょっとアイシャドウに関してはいろいろ紹介させてください。まずねこのメイクアップギークのアイシャドウたち、これは本当にね使いやすい。私がねすごく気に入って使ってるのはこのマットとフォイルドアイシャドウなんだけれども、特にフォイルドアイシャドウに関しては発色がとってもいいです。フォイルドアイシャドウと普通のアイシャドウは何が違うかっていうと、フォイルドアイシャドウの方がオイル、油分が多く含まれていて、こうサッとのせた時に本当ねメタリックな輝きをしてくれるんだけれどもね、ステージメイクとか舞台とかする方、またはね本当にね濃いメイクが好きですって方はこれ本当におすすめする、めちゃくちゃ本当にね揃えて損はないアイシャドウだと思います。あとねマットな
ものも私はねマックより品質はいいと思っているし、うん、値段もね買いやすい値段だし日本に送ってくれるしいいですよ。あとねメイクアップギークに並んで今ねモーフィーっていうブランドがすごく急成長しているんだけども、モーフィーのパレットで今年一番使ってね気に入ったものはねこちらです。35の F のパレット、これもねフォイルドアイシャドウなんだけど、一番下のこの列だけマットなアイシャドウでこうトランジションカラー、こうブレンディングカラーだよねとして使えて、上は全部ねフォイルドアイシャドウになってるんだけどね、本当にね発色が素晴らしい、この値段でこれは本当に素晴らしいと思います。まあ、横を言えばちょっと同じような色が多すぎるっていうのはあるんだけど、こういうねウォームトーンが好きな人にはたまらないパレットなんじゃないかなと思う。私はねこのコロナ禍でもあんまウォームじゃないんだけどね、このグレーっぽい色がすごくね綺麗で、シルバー、グレー、黒何みたいな感じのスモーキーなメイクをしたい時にこれよく使ってた。本当にねこの 35F のパレットおすすめ。35シリーズは 35O とか M マットだっけっていうのもあって、それもねすごくいいんだけど、 35O はいいんだけどね使わない色が多い、みんな同じようなトーンの色をしているので、こんなにいらないかなっていうのが正直な感想なんだけど、まあこの発色でこの値段だったらいいかなっていうのはあります。うん、でね後半、本当に後半先月かな買ったのがこのナターシャ・デノーナのスターパレット。ナターシャ・デノーナのパレットに関してはこの前に2つあって、グリーン系とパープル系のものがあるんだけど、それからねこれはね全然違う、マットなアイシャドウに関してはとってもね品質が使いやすくなったし、こういうグリッターっぽいものに、プレストグリッターなのかなに関してはやっぱりねまだまだフォールアウトが多くて、やっぱりねベースをきっちりこうペタペタするようなねベースをしてからこう置くようにつけないとここら辺がね汚くなってしまうっていうのはあるんだけど、それでも綺麗です。私がこのパレットを最近すごくねよく使ってるのがこのカラー、黒いベースをしてその上にこれをのせると本当にね綺麗に、なんて言うんだろうね、みんなで言ってるのが今度ラスティーゴールドって呼んでるんだけど、ちょっと錆びついた古びた感じのゴールドになってすごく綺麗なんです。これ最近の本当お気に入り。最後はねグリッターをご紹介させてください。あのねこれはエブリデイメイクには全然縁がないものだと思うんだけど、こちらさらすごくない、これねグリッターインジェクションっていうところから発売されている、こういうパンにこうねプレストされたグリッターが入ってて、グリッターがこう練り状になって入ってるって言えばいいのかな、例えばここら辺をこうやって撮ると本当にね柔らかいんだけども、こんな感じで綺麗にね発色してくれて、グリッターなんだけどこうベースを引いてこうグリッターをのせるっていう必要がなくて、すごくね早く仕事が終わるのですごくこれ重宝してました。ほんと一気に華やかな目元にしたい時にすごくいいパレットだと思います。持ち歩きもしやすいし、こういうさジャーに入ってるグリッターだとわーってなったりするじゃない、それがなくて本当に使いやすい、こうやってのせるだけだからね、うん、すごく気に入って使ってました。あとねこれもねちょっと日本には発送してくれないからちょっと言うの申し訳ないんだけど、アーバンディケイから出てるヘビーメタルライナー、このグリッターもすごく使いやすい。私はミッドナイトカウボーイっていうこのゴールドとシルバーのグリッターが入ったものがすごく好きでした。これをね普通にアイシャドウを乗せた上にこう中央とかにシュッシュッシュッってやるんだけど、本当にねキラキラしてライトなんかに当たるとわーって綺麗です。なのでグリッター好きの方おすすめです。はい、ビャーッと紹介してきましたがいかがだったでしょうかすごい数だったね。
なんか私も本当にコスメが大好きなので絞るっていうことがすごくね難しかったんだけども、まあ、自分自身、まあ、お仕事でもそうだけど今年何を本当に好きで使ってたかな、何にこう手がいってたかな、こう急いでる時とか何を信頼して使ってたかなっていうのを考えると今日紹介したものなんじゃないかなって思います。他にもね本当にまだ好きなものはいっぱいあるんだけどもね、そうなるとね多分ビデオがね2年ぐらいになっちゃうから時間的に、なので本当にいいと思ったものを厳選して皆さんにご紹介しました。皆さんのねマイベストコスメは何だったんだろう、教えてくれると嬉しいです。最近はねクリスマスのイベントとかそういうもろもろのことが重なってなかなかねこうがっつり座ってビデオを撮りますっていう時間が本当に撮れなくて、前のビデオからね結構空いてしまったんだけれども、待っててくれた方々本当にありがとうございます。今年はね念願のチャンネル登録者1万人到達っていう目標も達成できたし、本当にね皆さんに感謝な年でした。あ、これで最後なのかな今年ビデオ。いやもう一本ぐらい上げたいと思ってるので、なんか今年もありがとうございました、さようならみたいな感じにはしたくないんだけども、でもね本当に感謝を伝えたくてありがとうございます。この画面の向こうのみんな一人一人が見てくれなかったら、コメントをくれなかったら、今の私はないと思ってます。全然泣くつもりじゃなかったんだけどな。このチャンネルをみんなが見てくれてるおかげで私はいろんなことにチャレンジができたし、うるさいな、セフォラだった。ということはこれはトゥーフェイスのねスイートピーチコレクション買いましたよ。ちょっとじゃあこれでメイクしてね、今年中にもう一本あげるね。話の続き、いや本当にみんなが見てくれてるおかげで私のやりたいことができたし、また違うところにつながっていろんな人間関係ができていったし、いろんな、ね、出会いがあったし、今の私が見られていることってみんながね登録して見ていてくれてるから成り立ってることだと思うの。本当にね説明ベタで伝わってるかどうかわからないんだけど、とにかく言いたいことは本当登録してくれてる人、いいねしてくれてる人、もちろんコメントをくれる人、みんなに本当に感謝してます。ありがとう。コメントもね一つ一つ読んでます。一気にはね返せなくなってしまっちゃって返信できない期間があるところがねすごくね自分でもねもどかしいんだけども、できるだけ返すようにしています。返したいし、なんかね本当にありがとう以外にねもっと気の利いた言葉を言えればいいんだけども、ありがたいことだと思います。こんなのは本当に当たり前じゃない、本当にありがたいことだと思って日々過ごしてます。なのでこれからも、まあ、自分のね私生活の方を優先してしまう形にはなると思うので、これから息子も小学校に行くし仕事もあるし、このチャンネルを一番のプライオリティにすることはできないんだけども、私にとってすごく大切な場所なので、これからも続けていきたいと思うし、みんながそこにいてくれるとすごく嬉しいです。こんなね締めっぽくなるつもりはなかったんだけど、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。